秋田市中心市街地の情報をお届けする椎名ちゃん街中応援委員会、一つ目の話題はこちらです。ミルハスのステージに立てるチャンス、踊る秋田特別企画公演、不思議の国の秋田。さあ、ミルハスの舞台。はい、ミルハスというキーワードも出てきましたね、はい、ご覧になりました？まだまだなんですよ。抽選、最初の段階の時もちょっと抽選に漏れたので、ちょっとこう人が今多いので ね外して今後でゆっくり行きます。はい、はい、さあもうすでに、ね、ご紹介をしたいなというくらいのこう、今映像が映りましたけれども、はい、今日ゲストがですね、踊る秋田フェスティバルディレクターの山川サンタさんです、うん、よろしくお願いします。どうも、お久しぶりでございます。どうも。相変わらずかっこいいですよね。はい、お久しぶりの再会ですか？そうですね、お久しぶりです。SNS はよく Facebook は拝見して、いつもにんまり楽しい話題ばっかりなので、はいね、先輩としても慕ってらっしゃるんですね。高校の先輩です。大先輩、伝説の人ですからね。で、その山川さんにお話伺ってまいります、はい、はい。さあ今回踊る秋田特別企画公演、不思議の国の秋田、はい、今年の12月4日開催予定になりますね、はい、こちら皆さんご覧ください。今出演者募集っていうね、文字が大きく簡単風が普通ボンボンってあるのがなんかいいですね、はい、ありますけれども、またこうデザインもね、おしゃれですね、うん、はい、まず踊る秋田なんですけれども、秋田県民の方おなじみかもしれませんが、改めてどんなプロジェクトか山川さんからお伝えいただけますか？はい、もともと始めたきっかけっていうのは2つ目的があって、1つは若い世代の人たちに本物の舞台を見せたいという一つです。私18の時に東京出て俳優学校に入ったんですけど、そこで同期生たちが、東京出身の同級生たちはものすごくたくさん舞台見てるんですね、おばあちゃんに連れてかれて歌舞伎見てる、おじいちゃんに連れてかれて寄席で師匠を聴いてるとか、あるいはロックフェスティバル、あるいはジャズもういろんなもの知ってるんだけども、私は秋田にいて何も見たことがない、歌舞伎も見たことないし何も見たことない。そこでものすごいカルチャーショックっていうか、コンプレックス感じたわけですね、でそういう同じ思いを秋田の若い世代に味合わせたくない、なんとか本物を見れる環境を作りたいってことが一つと、もう一つはやっぱり秋田を元気と活性化するために文化の力で何かできないかなと。で、秋田をこう文化で活性化するっていうと、秋田のもういろんなものを発信していく、あるいは外からいろんな紅葉を呼ぶってことになりがちなんですけど、私はそうじゃなくて秋田をこう文化の交差点にしたいと思うんですね。秋田ってもともと北前船とかなんかがあっていろんな文化が入ってきてそこで活性化していくっていうのがあったんで、同じように世界中の人が秋田に来て秋田で交わってまた散っていくと、そういう場所になればいいなと、ということで2017年に初めて土方辰巳記念賞というのを作って国際コンペティションというのをやったんですね。そしたらなんとホームページで告知しただけにもかかわらず世界16カ国から219作品のエントリーがあったんです。でそれも韓国台湾とかってアジア圏だけじゃなくて、イスラエル、スイス、ドイツ、カナダ、アメリカ、ブラジル一番遠いところはチリとかすごいところからエントリーが来て、それで15作品を選んで秋田でやったんですけど、海外ゲストも11カ国から来まして、それでカナダのダンサーがコスタリカに招かれるとか、台湾のダンサーがカナダに招かれるとか、日本のダンサーがハンガリーに招かれるとかっていうふうに、本当にここを交差点にして世界中にこう散っていくようになったんですね。こういう形で秋田をその文化の力で盛り上げていきたい、この2つが目的で立ち上がったフェスティバルです。そういうことなんですよ ね。そのこの秋田私たちがいる秋田をその一つの、ステージにして、ここで交流が始まるってことなんですよね。単に行きっぱなしの発信ではなくて、ただもらうだけでもなくて、なんかそういう発想ってなかなかね、なんか地元にいるからこそですけど気づかなかったです ね。そして秋田に来てくださるっていうことは、それだけ秋田にその魅力があるというか、っていうことにもつながってますよね。圧倒的にね、一度来るとみんなね、秋田を大好きになるんですよ。例えばね、シンガポールのディレクターが来て、サンタ
今はなんていう季節だって聞くんでオータムだよって言うと、ああこれがオータムか四季のない国なんでものすごい感動するわけですね。ところがこれ東京に行ってもあんまり感じないんですよ。やっぱり秋田の秋の空、木々が紅葉していく、そういうのがねもう圧倒的にすごい。雪なんか降るともっとすごくてでしかも土方辰巳の出身地ということ で、 そうですよね、世界中の人たちがみんな今秋田に来たがってるんですね。そうそう、あの偉大なダンサーたくさん生んだ土壌なんですもんね。舞踏家さんですよね。はい、そう、その秋田で、山川さんこれからもですね、まあ、フェスティバルディレクターとしていろんなことを仕掛けていかれると思うんですけれども、まあ、コロナ禍で去年はちょっとやっぱ変わった演出で皆さんに楽しんでいただいてましたよね。どんな演出でしたっけ？あの私見に行ったんですけど、あの面白かった。あの、はい、ちょうどピーピングってほら覗き見って言うんですけど、はい、あれピーピングガーデンでいいんですか？そうですそうです。あの真ん中に庭があってそれをぐるりと取り囲んで一つ一つにドアがあってね、覗き窓があるんですけどそこからこう見るんですよ、中のガーデンの、なんかねドキドキしながらね、覗き見って面白いですね。面白いですね。その覗き見の良さをね、あの改めて確認してます。何の話かソーシャルディスタンスを保たれながらの公演を楽しむっていう形だったんですね。コロナ禍になってからそのいろんなやっぱダンスの公演も中止になってしょうがないんでみんなまあ動画でネット配信するわけですけど、やっぱネットで見てもねやっぱり生の舞台じゃないと、やっぱ面白さ伝わらないんですよ。その時にああいう浅井君っていうんですけど、彼が考えたソーシャルディスタンス劇場、一人一人が全部個室になってて覗き見する、この発想をねしたのはすごいなと思って、すぐ初演を見てすぐ秋田に来い呼んで、それでまあここのアルベでやったんですけど、やっぱ反響がすごく大きかったですね。いや新鮮でした。そこから楽しみにされていた方も多いと思うんですけれども、今回、不思議の国の秋田、どのような公演かを伝えていただけますか？はい、これは去年実はもう稽古に入ってたんですけど、残念ながらコロナのせいで中止になっちゃって、今まで国際フェスティバルやってても、まあ、秋田の人たちがまとまって何かをするっていう場所を何とかして作りたかったんですけど、まあ、ダンスだけだとどうしても それぞれのダンス教室やグループの発表会みたいになっちゃって、横並びでみんな5分ずつとか10分ずつ発表していくって形になるので、そうじゃなくてみんな集まって一つのものを作りたい。でその時にもうダンスに限定せずに、もう秋田のいろんな人たち、たくさんの面白い人たちがいるので、そういう人たちが集まって一本なんか作れないかということで発想したのがこの不思議の国の秋田っていう、企画なんですね。で、まあみんな集めて作るってそれはものすごく大変なことで、台本書いたり演出するのものすごく難しいんですけど、まあ私にそんな力があるわけじゃないので、あのかつて新国立劇場で上演されたカフカ原作の城という作品があるんですけど、はい、これはあの城のある町に、まあ、よそ者が一人な、紛れ込んで、そこで城を訪ねていくんだけど最後までたどり着かない。でそのずっと村の中を歩いている中でたくさんの不思議な村人たちと会っていくって話で、あこれだったらなんか面白く作れるんじゃないかなと思って、その新国立劇場でやったあの松本さん演出家にお願いに行って、ちょっと あの枠組みを全部パクらせてくれとということで心よく許可をもらって、それでまあ秋田のいろんな人たちに参加してもらおうと。なるほど、いろんなジャンルの方が集まって一つのものを作り上げるっていうのは初めてなんですか？初めてですね。だから中心になってるのは今最地って言いますけど、まあ、あの本名は千田光太君ってあのピアニストで、彼はヨーロッパでずっとピアノを勉強してきた人で、今あの片上秋田国際音楽祭というののプロデューサーやってますけど、彼のピアノ、それから秋田にドラッグクイーンがいるんですが、ご存知ですか、砂川蘭ちゃんっていう、あ、ね、シナちゃんにも出演されましたよ、蘭さんですね、
この秋田にドラッグクイーンが秋田にいるって知らなかったんで。なるほど、そのことね。で彼女はね、芸大でサックスをちゃんと勉強してる人なんです ね。でこの2人をちょっと組み合わせて、それぞれの役をやってもらおうと。でそんな話を、まあ、秋田で大変な日本舞踊の先生でいらっしゃる藤影斎先生に、こういう企画があるんだけどどうですかって言ったら、いや今までそういう企画は全く飽きたりなかったので、ぜひ一緒にやってみたいということで心よく出演していただけることになって、まあ、そういう人たちを中心にしてダンス、演劇、あるいは藤里町の駒踊りなんかの芸能、はい、これがねすごいんですよ、ものすごくいい踊りなんです。皆さん意外と知らないんだけど、きっとあるんですよね、地元の私たちが知らない不思議なことたくさん、ね、面白いことが、万楽ですか、まあ、郷土芸能、ね、秋田本当たくさん栄えてますからね。ありますからね、あるんでしょうね。どうでしょうか、まあ、そういったいろんな方たちが集まってパフォーマンスをするんですけれど、今回その出演者募集っていうのがとても気になっていて、どういった方たちを募集されるのかなっていう、はい、去年は中止になった時は文化会館の小ホールだったんですよ、はい、ところが今年も文化会館なくなっちゃうので、見るはずの中ホールでやることにして。そうか、見るはずでやれるの、これも大ホールなので、ここはもう限定された人たちじゃなくて、なるべくたくさんの市民、県民の人に参加してほしい、はい、何しろ見るはずの舞台に多分最初に立てるかもしれない。そうですね、最初ですね。だから本当にたくさんの人に参加してほしいというと、それからあとはまあスキルとか経験とか全くなくてもいいので、とにかく面白いことやってみたいという人にはどんどん入ってきてほしい。だから本当に自分は大丈夫だろうかとか思わずに、本当にどんどん応募してきてほしいと思います。もうそういった経験がない方でもやりたいって、むしろ経験ない方が面白いかもしれない。そうですか、その経験ない方に合わせて演出をされるってことですか。演出ってそうですね、振り付けなんかもそうですし、その素のままでもちょっといけるくらいの、ね、スキップしてくださいって言ってスキップできない人もいるわけですよ。できない人って面白いんですよ。なるほど。でそういうできない面白さを振り付けしていくっていう、そうなんでしょうね。スターが現れるかもしれませんね。はい、さあ12月3日4日の両日終日参加可能な方が、ね、応募資格になります。高校生以上であればどなたでも応募可能です。高校生の場合は保護者の同意が必要になります。選考はオーディションがあるそうで、まあ、あんまりたくさんの人が来た場合にはオーディションで少し削るというか選ばせていただくかもしれないですけど、基本的には、まあ、来た人みんな参加してほしいと思ってますけどね。8月中旬から稽古を始めますのでね、はい、稽古週に1回から2回程度になります。さあ、この公演出られた方、舞台映像のプレゼントもあるということで、ぜひ、ね、応募してみてはいかがでしょうか。今月いっぱいになります。そうですね、さあという間の時間ですけれども、山川さん最後にですね、今後の公演のお話も含めて皆さんに PR お願いします。はい、今年の踊る秋田は、一つは特別定型公演のビコーズカズコーズ、それから、踊る秋田賞を争う国内コンペティション、これで10組来ます。で最後に不思議の国の秋田、これはもう本当にどれも一回こっきりしか見られないものですので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、ということで、ね、また公演近くになったら、ちょっとね、様子なども含めてお話してほしいですね。はい、そうですね、またよろしくお願いします。またということで、今日は踊る秋田フェスティバルディレクター山川サンタさんにお話を伺いました。山川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。